ットが真っ二つ、そのバットの先の方が完全に一塁側の内野スタンドに飛び込んでいきました。今その折れたバットを持っているお客さんの表情が見えましたんで、どうやら大事には至らなかったようですけどもね。このバットの先が根元だけ残って飛んでいきました。この板山ももちろん期待される若手のうちの一人です。この人は1番に8試合起用されたんですが、その8試合で30打数9安打3割と結果残してるんですね。残しますね、はい、空振り三振。なんか今日は本当にいい方のマシソンが出てきますね。そうですね。